じゃあ聞いてね。この日記はまず私のおばあちゃんのおばあちゃん、リンダ・ハリソンさんのものなんだけど、これが私が日記帳で読んだ中で一番重要だと思ったこと。とにかくこれが切り札タリエルというのは正解と思う。間違いなく、うん、女神は元人間だ。ダイアナ・ハリソン、私のヒーヒーおばあちゃんの妹。話の途中で予想はしていましたけど、驚かずにはいられないです。12週間という期間と12人の参加者、ダイアナさんが死に至るまでに起こったことが女神の選定の原型になっているんだと。ああ、これは悲劇だね。人間が神様になったってことですよね。もう信じられないです。でも運命の大広間も女神の選定も存在する。記憶の改変っていう超常現象も、人間が女神に変わるっていうことも信じないわけにはいかない。これはあくまで僕の予想だけれど、運命の大広間で出会った女神パルカには人間としての記憶はないように思える。そうなんですか。確かにそうだね。人間はあくまで自分より下の存在として接していた。女神様のカードができたってことは、女神様を指名できるってことですよね。
けれど、まだ謎も多い。僕もカードブックを持ってきているけれど、僕の方にカードは生成されない。ダイアナ・ハリソンという使命ははっきり認識しているし、顔もわかっている。リンカ先輩が何か特別ってことでしょうか。特別かどうかはわからないけど、理由があるのは確かだね。ダイアナさんの死因も明らかになっていると思うんです。それはリンカ先輩の方にもカード化されています。この日記帳から読み取れるのは、火事による焼死か煙による窒息死。でもリンダさんはダイアナさんが亡くなるのを見届けたわけじゃないはず。だから彼女の見ていない何かがあったんだと思う。直接の死因だね。屋根が崩れてきたとか、出血多量だとか、可能性はいくつもある。本当に指名できるかはともかく、指名するとしたら未練も必要。でも希望は見えた。女神の指名、それがきっとミハルと私が生き残るための唯一の方法だ。希望には変わりないけれど、唯一かどうかはわからない。次の選定で確かめる必要はあるよ。リンカ先輩がミハル先輩を指名して、ミハル先輩が防御したらどうなるのかですね。試してみるってことですか。それはダメ。指名できる人がいなくなって、もしその時点で指名以外の方法で強制的に決着をつけさせられるなんてことになったら手遅れだ。つまり女神様に聞いて確かめることも危険なんじゃないですか。先輩たちの意図が知られて対策を取られたら。そうだね。希望が近づいて少し焦っていたようだ。次回の選定での正解は何もしないことかもしれない。12回目の選定の時に手の打ちようがない場合に初めて試せばいいことだ。そうだね。そして私たちは女神のカードを持っていることを知られてはいけない。だね。もう少し、もう少しですね。本当に。だから壊しちゃダメだって。Thank you.
女神様か。ごきげんよう、運命の奴隷の皆様。あら、皆様といえども、もうお二人様しかいらっしゃいませんね。今宵は11度目の選定。いくつもの嘆きの果てに、あなた方のどちらかが私の器になることでしょう。おやおや、あなた様方だけではせかされることもありませんね。それはそれで少し寂しくもありますね。こたびの選定の参加者は特に賑やかでございましたから。女神の選定は今までに何回行われてきたの？そういえば気にしたこともありませんでしたわ。確か12度目。あら、運命的ですわね。きちんと覚えているんじゃないか。おやおや、あまり長話をしてもいけませんわね。それでは今宵も選定を始めましょう。さて一番様、今宵の指名はいかがなさいますか？私は指名をしない。かしこまりましたわ。2番様はいかがなさいますか？私の元器の2番様。挑発したところで何もないよ。僕も指名をしない。わかりました。もう面白くありませんわね。
お二人様が指名をなさらないのであれば、今宵の女神の選定はこれでおしまいでございます。次回の選定がこたびの女神の選定最後の時。もう一度2番様が私の器になるのか、1番様が器になるのか、今から楽しみでございますわ。どちらが器になってもくすきっと素敵な生活が待っているでしょうから。一つ聞かせて。次の女神の選定で私たちがどちらも指名を行わなかったらどうなるの？なるほど、確かにもうその可能性を考慮しないといけない時期になりましたわね。運命の奴隷の皆様に割り当てられた番号が何を意味するのか想像していただければよろしいかと。仮に僕らがどちらも指名を行わなかった場合、若い方が優先して生き残るということか。そんな。もう、もったいぶることもないよね。この番号の意味、教えて。割り当てられた、と言ったね。つまり、君がつけた番号ではないということだ。おかしいとは思っていた。僕の死をもって、女神の選定という儀式が始動するのであれば、僕が一番ではないかと。もしそうであれば、因果の時に発生したわずかな誤差と推測できる。けれど、僕が2番の時点でそれは否定される。ええ、よろしいでしょう。実を言うと、私もいつ聞かれるかそわそわしていましたの。皆様の番号は、私が好きな数字をつけたものではございません。1から12の番号は世界の本流に近い順番、すなわち1番が最も世界の本流に近く、12番が最も遠いということですわ。世界というのは無限に支流を作り出す大河のようなもの。人間の皆様は認識することができませんが、ある原因に対して少しずつ違った結果になった世界がいくつも存在するのです。そしてこの運命の大広間は世界を俯瞰する場所。一度目の選定で君はそう言っていたね。ええ。ちょっと待って、本流とか支流とかどういうこと？例えばあなた様が朝食にパンを食べようと思った時、あなた様が朝食にパンを食べた世界と食べなかった世界が生まれます。え？どうして二
二つの世界が生まれるのでしょうか。あなた様がパンを食べようと思った時点で、あなた様はパンを食べようとした自分とパンを食べない自分を想像します。世界とは人間の皆様が思っているほど確かなものではありません。あくまで認知の上に成り立つもの。結果としてあなた様がパンを食べても、あなた様の想像の中にパンを食べなかった結果はすでに生まれている。実はその瞬間、認知上にパンを食べなかったという結果は生まれているのです。これが世界の本流と支流という考え方だとご理解ください。つまりこの場合、世界の本流はパンを食べた世界になります。食べなかった世界は支流として進み、本流から少しずつ離れていきます。どういうこと？観測者とでも言えばいいのかな。そうだな、より可能性の高い方が世界の本流になると理解すればいいか。さすが二番様。実はこのお話、あなた様と夢の中でお話ししたことがありましたのですけれど、覚えていらっしゃったのですか？話がそれてしまいましたわね。因果の時で皆様が命を落としてしまった時、どこかに命を落とさなかった世界も存在する。私は運命の女神の力を持って、因果の時で結ばれた12人の命を落とさなかった世界を本流に束ねているのですわ。今本流の世界には、僕たちが命を落とした世界と命を落としていない世界が同時に存在するということかい？少しだけ異なっています。矛盾した世界が存在できるのはあくまで皆様の集合無意識である夢の世界の中でのみ。運命の大広間は本来世界にとって異物同然。しかしこの場所における認知が本流世界に影響していると思ってくださっても結構です。それで結局この番号は何なの？察しが悪いと言うべきなのでしょうか。皆様が生きている世界は本来であれば世界の支流。その支流を私の力で紡ぎ直すことで一本の世界にしている。簡単に言えば、運命を変えるのがたやすい順番と思っていただければ良いでしょう。二人残った場合に番号が後ろの人が脱落するのは、運命を変えるのが大変だから切り落とされる。そう思えばいい。その通りですわ。あなた
タ様は変なところで察しがいいのでしたね。もっと言えば、12週間という期間は君が矛盾した世界を成立させられる限界と考えてもいいのかい？さあ、限界は試したことがありませんわ。けれどそれ以上は疲れてしまうから実行しないと思っていただいてよろしいです。選定の参加者が脱落するってことは、死がなかったことになっている世界はどうなるの？いい質問ですわね。世界には元に戻ろうとする力があります。私のような女神が世界の糸を紡いだとき、支流は再び支流に、本来の流れに戻ろうとするのです。脱落した皆様が生きている世界はそれぞれ支流となって、この世界、本流の世界から遠ざかっていきます。なら、どこかにみんなが生きている世界は存在するってこと？なら、ええ、存在はしているでしょう。けれども、一度離れてしまった世界はもう私の力をもってしても観測することはできません。因果の時で結ばれているからこそ、私は十二もの世界を紡ぎ直すことができたのですから。さて、指名を行わないのであれば、今宵はもうおしまいにしましょう。必要以上に長いお話をしてしまいましたわ。待って。それでは今宵の脱落者はなし。これをもって選定を終了といたしましょう。こんばんは、あるいはおはよう、こんにちはではないかな。